before the sun appears, before the world has even stirred. Let's get out of here. We don't need to hurry. The road ahead is clear. Let's follow the coast as far as it goes, or until we disappear. バッター口実コーヒー何にする？コーヒーシェイクだよね、そりゃ。コーヒーシェイクいいね。うん、コーヒーシェイク、コーヒーシェイク、はい、これか、はい。あれ？あ、やべ、これと、1年ぶりぐらい。美味しそうでしょ。アイスもいいじゃん。アイス初めてだね。あ、美味しいね。結構このエスプレッソみたいなビターな感じがガツンとくるんだけど、ソフトと混ざって最高です。これをソフトクリームもらってみよう。お、溶けてきた。早く食べないと。今日は暑いからね。いただきます。美味しい。滑らかだね。あ、ソフトも美味しい。うん、結構さっぱりしたソフトで、うんうん、後からミルクがふわっと感じる感じ。このコーヒーシェイク本当美味しい。これソフトも美味しいから食べてごらんよ。ほら、美味しいでしょ。うん、甘くないからさ、そこまで。うまいな。ちょっとこれ登ってってみようかな。こんな感じなんだ ね。そこが街道 で、うん、で駐車場はそこか。あ、で、こう橋渡ってくんだな、こっちに。あ、上からだとまたあれだね、ちょっと違う ね。下からの方がやっぱ雰囲気はいいね、うん、自動電話って何？自動電話って何？あの取り次ぎなんていうの、あれがいないってことか。電話、ね、公衆電話のことかな。そうでしょ。昔はなんかさ、番号言ってかけてもらうやつだったじゃん。あ、外国でまだあるけどさ、そんなとこね。ここ何、これ？重要文化財。へ、あ、ここあれだ。ああ、綺麗なところ。あの光がこう差し込んで綺麗なやつだ。そうだよ、そうだよね、うん、なんか時期があるんだよね、いつがいいみたいな。へえ、いやー、いい匂い。甘い香りがする。みんな歩くんだね。ここから JR の渚までも 3.5 キロだって。あー、うん、そうなんだ。なんか渚からずっと歩いて、
馬込まで歩いて、うんうん、でバスで戻っていくのかな。あーなるほど、ね、ちょうどいい距離じゃない、うんうん、4、5、6.5、6.5、8、11、2キロ、12キロぐらい、うんうん、全部でね1時間2時間3時間ちょっとだね歩くだけで、だから半日から1日でずっと回りながら歩けるもんね。そうだね、うん、峠なんかあるけどな途中に、うん、あったね前あったね、バイクで行ったね、まあ、峠そういえば、うん、あ、あ、これで渚駅の方に行くんだね。へえ、迷わず行けんのかな駅まで。どうなんだろうね。なんだろうこれ。かわいいのが咲いてる。リンドウ？スズラン？スズランかな？わかんないね。わかんないけど、とりあえず切る。あ、わかる？血管の読み込み。あ、あれわかるよ。スズラン。スズランだ。ほら。へえ、まだあんだなぁ。濃い岩。へえ。この端っこまでいいね。ね、歩きたくなるな駅まで、うん、楽しそうじゃん。楽しいね。今度歩いてみる、ね、いいかもね、うん、あ、だからさ車とバイクで来てバイクを下に置いといて、うん、車を駅の方に止めといて、うん、片道歩いて帰ると、うん、いいよね。それもいいかも。あ、やってみよう今度、うん、中華そば屋さん発見。行ってみる？ラーメン行ってみようよ。ねえ、はい、なんてとこだろうなこれ。三電車中？ちょっとわかんないな。今日は中華そば。中華そばめちゃくちゃ安いんだけど、ね、びっくりした。550円、うん、税込みで600円ぐらい。605円。今日は中華そばと、あとね、こっちにね、つけ麺っていうのがあるの。つけ麺が、そう、今日は暑いからつけ麺がいいですよって教えてくれたから。うまし、中華そば大うまそう。いただきます。うわ、美味しそう。うまそう。あ、うまい、この中華そば美味しそう。そしてすごい量ね、うん。うまいな。うん。すごいな、これも安いんだよ。すごいよね。中華そばが並と唐揚げ3個とライス中で880円税込み。すごい。で、私は久しぶりのつけ麺です。いただきます。わー、おいしそう。いただきます。つけ麺ね。つけ麺久しぶりだわ。酢が効いて地味にうまい。うん、麺がもちもちなんだよな。鬼うま。本気で鬼が出た。鬼うま。初めて聞いた鬼うまって。うまやばいこれ。いいね。目ももちもちだし。ここいいな。駐車場もあるしさ、ね。なんかここら辺来るとやっぱさ、お蕎麦とかが多いじゃん。うんうんうん、ね。おいしい。最高。
っちも美味しいよ。つけ麺も食べてみなよ。おっしゃ、いい、うん、鬼、あら、鬼馬という名の。でもすごいな、この背脂ね。あ、いただきます。うん、美味しいでしょ。やばいな、これやばいでしょ。この酢が効いて地味にうまいって。お酢だけじゃないね。私がいつもさ、よく食べる魚介濃厚ドロドロだよね、つけ麺ってね。ちょっと違うんだけど、で、だいたいもっと麺が太いじゃん。そうそうそう、めちゃくちゃうまいな。おいしい。なにこれ、めちゃくちゃおいしい。びっくりするぐらいおいしいな、うん、いや、いいなこれ。また名店を見つけてしまった。なあ、安いしな。みんな麺がすごい冷えてるからさ、うんうん、締まってて、あ、おいしい。ここ、ここはね、御堂の車中っていうらしい。御堂の車中、うん、駐車場とつながってるじゃん、もうもはや。ここだよ、だって駐車場すごいね。あ、美味しかったね。特につけ麺、つけ麺やばかったね。びっくりしたね。美味しかった。激うまだったね。あ、美味しかったね。美味しかったね。美味しかったねっていう感想になっちゃうけど、うん、楽しかったねなんだけどね。でも結構やっぱり雰囲気がいいね。いいな、空いてたしな、うん、今日空いてた ね、とっても良かったです。左で、右だよね。右です。結構外国の方もバスで来てたらいい。バスで、うん、なんか、じゃあ、あの普通の路線バスでね。ああ、路線バスでね、うん、聞かれたもんね。来てたり、今も待ってたけど、バスを。よし、じゃあちょっと暑いから、アテナ渓谷行ってみよう。うん。ちょっと雲が出てきちゃったけどね。そうだね。まあ、大丈夫でしょう。まあ大丈夫だよ。入ったことないからな。入るの？お、入るよ。はい、違う、入ったことない。あ、そういうことね。上の方にね。行ったことがないってことね。そうそうそう。うん、あれ、外気温31度だって。あ、まあ止まってたからか。ちょっと下がるかも。けど暑い。でも水は10度くらいじゃないかしら。昨日のとこで11度だったから、もっと寒いね。もっと寒いと思う。こっからどんくらいで行けんだろう、アテラ渓谷って。12キロ15分。ああ、近いんだね。うん、ちょっとここさ楽しそうだからさ、うん、もう今度と言わずに明日歩いてみようかなと思うんだけど。明日？明日か明後日か、うんうん、いや、このまま上に登ってこうと思ったけど、うん、ちょっと歩くのと。歩いてもいいよ。いいよね、うん、ね、楽しそうじゃん。ちょうど車とバイクがあるから、うん、1台をどっかに止めて、うん、ね、そうしようか。それでもいいよ、ね、何キロくらい歩く？12、3キロだったと思う。うん、大丈夫でしょう、うん。ちょっと待ちじゃん。木曽駅。あ、なぎそ駅。あ、だからここら辺からずっと馬込まで歩けるんだね。わあ、電車だ。なんてやつだこれは。これは？ワイドビュー日だ。違う、そんなんないかも。長野行きだ。長野行き。サンダーバードか。市なの？シナノ？そんなんがいいの？あ、シナノって書いてあるのか。シナノなんていう電車があるんだね。シナノって書いてあると思う。早いなぁ。50キロじゃ全然ダメだ。ここみたいだね。アテラ渓谷。アテラ渓谷だって。アテラじゃないかね。アテラ。アテラでもないし。アジでもないし。アテラ。うん。渓谷。夏はね、帰省でさ、中に入れなかったじゃん、前。そう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 、ね、歩いては行けるのと、あとバス乗んないとダメだったんだよね。うん、すごいの行くじゃん、こんなとこ行けるんだ。入り口に駐車場があったと思うんだ。うん、確かね。見えてきたよ。あー、もうあれか、ちょっと昼、もう夕方に近いから光が入らないかな、もしかしたらね。そうかも、うん、まあいいか。うん、アテラ渓谷。あ、もう綺麗。綺麗だね。わあ、すごいね。太陽が当たってないのにこの綺麗さだもん。すごい綺麗。いや、すげえな。おお。
これ。すごいね。すごい、多いんだね。すごいね。今はなき森林鉄道。おお、すごいな。森林鉄道？で、綺麗だな、しかし。すごい。すごい。ゆう。すごいね。やばー。これは夏人気なのわかるね。わかるね。泳げるもんね。やばいねこれ。こんな綺麗なんだ。すごいなぁ。もっと上がるぜ。いい？いいよ。クマ？今どこだ？クマ出没。今半分？今半分。アテラ渓谷キャンプ場まで行ってみようじゃ。うん。オッケー。ああ、夏ってこのキャンプ場来たい。いいね。車両規制してても車入ってこれるみたいよ。キャンプ場の人は。そうそう。あそこまで水が行くのかな。そういうことだよね。どういうこと？引っかかってるもんな。そういうことでしょ。大雨の時。すごいね。すごい。今少ないのかな。雪解けあれなのね。すごいな、ここのキャンプ場。うわ、魚いっぱいいるじゃん。へえ。魚いっぱいいる。ここはどういう感じ？駐停車禁止なんだね、上までは。あ、こっから林道20分歩いて花の木っていうここがあるんだ。ここま、そこまで歩いてっていいのかな。だよね。うん、ちょっと行ってみようか。キャンプ場から花の木、林道を歩いていくってなってるもんね。いかんですか。でこっちはね、物を冷やす用なので、あっちの右上が飲み物。あれ、行き止まりだ。あれ？おう。え、入んの？超冷たいんじゃない？どう？いやー、すごいな、綺麗だな。北沢林道。すごいな。
赤いんだって。すごいね。すごい色だもん。すごいね、あそこ岩の色が変わってるから水あるの分かるけどね、すごいな、下までクリスタルクリアね。え、歩く道があるんだ ね、 ね、一周 1.2 キロ、あ、で戻ってくるんだ、で一周なんだね。うん、ちょっとそこの橋だけ行ってみよう、吊り橋。結構揺れんな、怖え。すごいじゃん、ここ。すごいよ。うわ、ここもすごいね。ねえ、すごいね、綺麗だね。滝もある。すごい。途中の駐車場まで戻ってきた、うん、でここにもこれが遊歩道のさ、うん、ゴール地点だね。ここは蛇だって。今度は熊もいる。うわー、綺麗だな、ここも。すごいよ、すごい。すごいね。こっちよりもこっち。うわー、すごいね。ね、お魚いるのかな。いるでしょう、そりゃ。釣りしてる人いたもんね。すげえな。上には吊り橋。ジャパンヘリテージだって、日本遺産。あ、マークついてるもんね。本当だ。アテラブルー。さあ、戻ってきたよ。戻ってきた。あ、すごいね。ここでもすごいもんな。あ、すげえ。いや、いいところです。この時期なら車でも入るのね。ここにも止めていけるからあれだけど。いや、綺麗だったね。よかったぜ。とってもこんなに綺麗なところがあるんだね。これは夏また来ないと。そりゃ夏混みますよ。そりゃ交通規制が入るわけだよね。うん。では温泉、ちょっと汗もかいたし今日は暑くて。そうだね。温泉はどこに行くんだっけ。温泉ね、ここら辺何個かあるんだけど、うん、あ、どこの行こうかな、ちょっと待ってね。温泉はね、うん、ちょっとここからまた15キロぐらい、20分ぐらいかかるんだけど、うん、また妻籠宿を通り過ぎて、うん、
昼上温泉の方に戻るんだけど、うんうん、ここから15、6キロのところに大江戸温泉があって、うん、ああさっきあったね、あったあった、そう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 、うん、ホテル木曽路っていうのが大江戸温泉物語で、 そ, うだ、ねうん、そこも湯山手形使えるから、物見湯さんすごいね、すごいよ、特にこの南信州多いね、うん、めちゃくちゃ入れるとこがあるな、最高だね、うん、なんせ人入浴が150、60円だからさ、うんうん、結構いいね、いいんだよ、うん、これもうあと2回、3回あと3回ぐらいで終わっちゃうかな、 今日入れない、今日使っちゃったあと2回になっちゃうから、うん、また買わないと、また買わないとねこれだ、もうすぐ着きますよ、これかな、木曽路、ホテル木曽路、はいはい、うわーすごいね、どれだ、行ってみよう、広いな、でかいな、なんか大江戸温泉ってもっと和風な感じかと思ったんだけど、あ、まああれか、もともと違うんだよね、空いてる空いてる、あ、もうここか、お、近い、あー、こんな感じなんだ、満天の湯と緑閣、なんて読むんだ、へえ、へえ、星降る、星降るデッキだって、ああ、ここに寝っ転がって星が見れると、すごいじゃん。で、へえ、すごいすごい。いや、すごかったね、ここ。すごかった。ぬるぬるだしさ、うん、なんか脱衣所とお風呂場がつながっててさ、そう、びっくりした。ね、なんか大きな野沢温泉みたいな感じで。そう、野沢温泉大きくした感じ。ね、だからなんか安心感があるよね。うん。なんかこう狭い空間がないから、そうそうそう、いいよね。でお風呂と露天風呂が多分ガラス戸だったんだけど、あれ夏はつながるっぽいね、全部開く感じになってた、そんな感じだったよね、うんうん、すごい開放的な感じ、ね、アメニティもいっぱいあったし、シャンプーがあったな、あったあったあった、なんか5、6種類もっとかな、 DHC とかも行ってたよ、うん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 、露店も3個ぐらいあったし、うん、だったね、なんか全部で13種類って出てたかな、お風呂が、おー、うん、家族風呂も入れてかもしれないけど、あ、そうなんだ、なんか温泉ソムリエのおすすめの温泉らしいよ、うん、で日帰り1000円ってなってたでしょ、うんうん、だから湯山手形だったら ね、 ねだからちょっと前に行ったひまわりの湯と、うん、ここでもう今1800円になっちゃうから、うんうんうん、もう湯山手形買える値段だから、そうだね、深いでしょ、だ明日は、うん、馬込塾と、うん、あと渚の駅の方に車とバイクをそれぞれ止めて歩くから、うんうん、その準備をしましょう、はい、全然さスーパーがないから困ってたんだけど、サラ、サラショッピングセンター、サラ、お、結構大きいじゃん、うん、7時半までのギリギリ、ご飯が炊けたぞーい、うん、湧いてきたかな、3個入れちゃおうか、3個入れちゃおう、うん、来ましたか、うん、いいと思う、そろそろ、よし、じゃあよそっていこうか、うん、はい、あと今日は昼上温泉の精肉屋さんで買った馬刺しだ、うん、中トロ買ったと思ったらカルビだったよ、あ、そう、でもそんな部位があるんだね、ねー、確かにそんな部位があるらしい、油の刺しが入った感じが美味しそう、そうでしょう、うん、それもこれはまず乗せてみる？うん、乗せてみてよ。うん。いい匂い。美味しそうな匂いする。こっち乗ってよ。あ、そっち？うん、はい。2個でしょ？2個。あ、ご飯ずつしたらいいね。1、
チーズ1杯の人でしょ。うん、1杯1杯。では、いただきます。うまそうだな、おい、これどう？いただきます。うまい。おいしい。このホットソース辛い？あ、辛いけどいいよ、これぐらい。やっぱかけた方がいい。うん、じゃあ私もいただいてみよう。うん、あ、うまい。俺このソースかけちゃおう。ソースかけた方がいい。どれ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 。おいしそう。いただきます。いいなこれ。本格的じゃない？おいしい。いいね。うん、こんな夏い日にさ食べれて、ほんと最高じゃない？ペロリと。めちゃくちゃ美味しかった。美味しかった。美味しかったね。うん、本当にお店の味みたいな。ちょっとこれから夏の定番になっちゃったね。いいよね、これは。しかも車中泊にいいじゃん。うん、炒めたりしないでいいから、油出ないしさ。そう、そのままね、湯煎でね。湯煎でいいから、だからあれ電子レンジでもいいし、野菜だけ切って。そう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 、ね、よし。次は馬刺しです。馬刺し、うん、あ、もう、あ、すごい霜降りというか、すごいね。カロリーね。うん、美味しそう。いただきます。ご飯もどうぞ。ちょっとこう歯ごたえがある感じで美味しい。馬刺し美味しい。油も結構ありそうだもんね。油も乗ってるよ。だよね。うん、油もある。美味しい。いいね、これ昼神の、昼神温泉の本当にさ、うん、旅館街というかさ、うん、ね、うん、カトっていうお店だったよね。うんうん、でなんかね、旅館で泊まる人用に全部こうやってくれるみたい、うん、あ、そうなんだ。そうそう、部屋で食べれるように。あ、なるほどね。そうそうそう、俺らもそうだと思って全部やってくれたの。うん、うん、いい ね、 ね、とっても。うどきます。わ、すごいじゃん霜降り。これで 100g だったかな、ちょうど、うんうん、いいぐらいだね。うん、うん、あれだね、お酒と一緒にどうかもね。日本酒ね。うん、わかんないけど、お部屋で。あ、そういうことね。そうそうそう、うん、お酒のあてみたいな。うまい。それなら俺らも食べれるな。うん、飲めるな。すぐ寝たらいいから。うん、もうここも同じなんだけどね。なんかあったらやばいじゃん。まあね。うー、どう、ね、そういうタイプね、また。My soul sweet, I need it.